体が硬い人、寒がりな人、そういった方は実は痩せにくい原因があります。それは筋肉が硬い、背中を動かしてない、この2つにあります。今回四つん這いで全部できますんで、一緒に痩せましょう。まずは肩の力を抜きましょう。この状態でキープです。しっかり肩をストーンと落としてください。お腹をしっかり下に突き出して、これで今肩甲骨と腰のストレッチができてます。手と足はね、肩幅ぐらいです。しっかりね、腰を反らせます。次は腰をしっかり丸めましょう。背中が上がらないように落としたまま、こういう感じ、肩甲骨を押したままで腰をキュッと丸める。キュッと背中がね、こうやって盛り上がらないように、腰だけを丸めます。キュッと、いい感じですよ。できてますよ。そうそう、ちょっと分かんなくてもね、やっていけばできてきます。 OK。 今度は右足を右手の横、これで右肘を曲げる、これでキープ。股関節とね、内転筋、お尻が伸びてれば OK です。どうですか？いいです、いい感じですよ。そうそう、無理しなくていいですよ。マイペースで OK。 しっかりね、深呼吸しながらしましょう。バッチリバッチリ OK。 今度は反対、左手の横に足を入れ、左肘を曲げる。ゆっくり筋肉伸ばしましょう。内転筋伸びにくいよという人はね、膝を少し外に開いてみてください。そうそう、いい感じです。しっかりね、深呼吸しながら、いまいち分かんなくてもね、バッチリです。それでいきましょう。少々気にしなくていいです。体を前に出して、後ろ、ゆっくりでいいですよ。肩、背中、腰、お腹を伸ばします。いい感じですよ。バッチリできてますよ。よっしゃ。この字にしたら左右後ろ向きます。腰の右と左伸ばしていく感じです。難しくてもね、大丈夫。体を動かすことでね、必ず筋肉がどっか伸びてますから、バッチリです。OK。 今度はこのまま肘を交互に曲げ伸ばし、これで肩甲骨とね、胸を動かしましょう。ちょっと腕がね、疲れるかもしれませんけど、二の腕痩せにもいいですから、筋肉を柔らかい方がね、痩せやすくなります。リセットしましょう。オッケー。今度このままお尻を振ります。お尻をくねくね振りましょう。
ちょっと腰を丸気味にするとウエストがね使えてる感じがあると思います。いまいち分かんなかったもね、だんだん慣れてくると体が分かってきますんで、今はそのままでもいいです。オッケー、ちょっと一回ね座って手首をね休めましょう。手首を下回して、手首痛いよっていう人もね、やっぱり可動域が狭くなってくるんで、定期的にやっぱり手をついてね可動域をね戻した方がいいです。私もねマウス使うから右手首だけ痛い。オッケー、で今度はもう一回うつんばいです。そしたら今度は右足を前に出して足をね開きましょう。ぎゅー、痛かったらたまに閉じていいです。股関節とお尻が伸びてます。そうそういい感じですよ。ちょっと体をね自分が伸びる位置まで動かしましょう。この位置でも伸びるなっていうのを見つけながら、よっしゃ、反対も一緒です。しっかり股関節から開きましょう。いろんな位置にね体を動かして、オッケー、今度は片足前出します。このまま前後ろ、繰り返していきましょう。バッチリですよ、バッチリ、いい感じ。うまいことできてますよ。反対も一緒のようにいきましょう。結構バランスがねこれいるんでね、体幹にもねしっかり効いてます。OK です。お疲れ様でした。